どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、先ほどクラッシュオブクラン公式さんから発表されたアップデート内容、本日発表されたアップデート内容を皆さんと確認していきましょう。ターンホール11からネクロマンサーレベル3が追加されます。そしてターンホール10の検索費用が900になるということでございます。はい、ネクロマンサーが実際に使用されている動画をですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、ネクロマンサーを20体使ったネクロラッシュなんですけれども、このねリプレイ見ても分かる通り、いつも通りなんです。いつも通り皆さんね、ネクロラッシュやったことある方いらっしゃると思うんですけれども、そこまでそのね、もう攻撃力が劇的に上がってスケルトンが1体でも100体湧いてくるみたいな、100体湧いてくるみたいな、そういう劇的な強さというよりは、ターンホール11が実装されたことによって、まあネクロマンサーも強化されるべきだよねっていう感じで強化された感じです。劇的な強さはないんですよね。しかし、今まで以上にですね、耐久力であったり、ゴレビズネクロの戦術で星3であったりとか、パーセントの伸び率っていうのが上がってくるのではないかなと思います。ターンホール11でネクロが追加されるということで、まあネクロレベル3が追加されるということで、まあなんていうんですか、まあターンホール11防衛説自体が強いですからね、まあ妥当っていう感じなのではないでしょうか。はい、こちらがですね、ネクロマンサーを1体投入した場合です。スケルトンが5体、今出ましたよね。そして、ネクロマンサーが攻撃して、こちらもスケルトンが5体出たということで、やはりレベル2よりは強いですよね。レベル2のネクロマンサーは2回のモーションで8体のスケルトンを生成します。こちらですね、詳細がどうなん、10なのかな、わからないんですけれども、このような形で強化されるとされているということですね。というわけで、ネクロマンサー、今日の紹介されたアップデートプレビューを皆さんとシェアしていきました。はい、今後もですね、アップデートプレビュー超速報で皆さんと共有していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。